オラブエナスタールです、マスクの紹介コーナーということで、まずちょっと手を消毒して、マスクを触るのでまず手を消毒します。はい、今日は、アラン・レジェス製のグランゲレード選手のマスクの紹介をしようかなと思います。試合用とプロ用のマスクの違いについて、彼の場合はですね、アラン・レジェスっていうマスク職人さんがどちらも作ってます。はい、でまず見てもらっての通り、型紙がですねほぼ同じものが使われてます。はい、この目の縁とかですね、こういう模様パーツ同じ、試合用とほぼ変わりません。じゃあどこが変わるかというと、裏返せば分かります。はい、通常セミのマスクの場合はこれテープは貼らないんです。補強のねテープは入れないんですけど、彼の場合は縦だけ1本補強のテープが入ってます。横鉢の部分の補強テープは入ってないですね。じゃあちょっと試合を見てみましょうか。じゃあ試合用の場合はと言いますと、このように縦と横もテープが入ってますね。で、あとこの裏割り、目の裏、目の縁の裏割りね、こう生地が当ててありますけども、セミの場合はない、こんな感じになってます。あとそうですね、ここの部分、この紐通しの裏、ここもあのプロ用はこういう風に裏ね、革を当てたり、布を当てたりフェルトを当てたりするんですけども、本当はねセミはね裏って、これ裏張りないんですけど、アラン・レジェスの場合は縦のテープとこの紐通しのね裏張りありますね。はい、とてもあの丁寧な作りで、良心的な作りをしていると思います。手間はかかります、これだけね。で、あと違うところ、この後ろの紐を通すパーツ、はい、ここもね若干ちょっと違う型紙を使ってると思います。こちらの方がプロ用の方が開きが大きい、こっちはあんまり開きが小さい。はい、これはなぜかというと、こちらは本人の頭に合わせて作ってあると思います。こちらはですね、まあ誰が被るかわからないので、だいたい成人男性が被れる大きさで調節してあると思います。あとこれの違うところ、この紐を通す穴の大きさが違います。はい、ここはあの職人さんがね区別して、意図的に変えてるんだと思いますけども、もしくは、プロ用は太い紐を通すけども、セミの場合はもうちょっと安い細い量産的な紐を通すから穴が小さいのかもしれないですね。あとこちら穴の数 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 個、プロ用11個、はい、でセミの場合は9個ですね、2個少ない。通常11個の穴が多いですね。はい、でセミだから9個なのかも分からない、もっと少なかったり、まあ、もっとあのバラバラに開いてる、安い、もっと安いあの廉価なセミのマスクだと、もうむちゃくちゃに数が左右バラバラだったり、こう揃って穴が開いてなかったりしますね。はい、でまあ、選手からするとこの11個非常に試合前に結ぶのが面倒なんで、ミステルカカオとか自分のマスクの場合は9個にしてます。はい、出番すぐにかぶれるように9個にしてます。これは11個空いてますね。あとちょっとここの中のベロのね色が表の黒いラメと違ったりしますね。はい、これはどうなんでしょうか、ちょっと意図が分かんないですけども。あとあの決定的な違い、
これセミのマスクの場合生地1枚です。結構緩くて伸縮性も高くなります。プロのマスクの場合裏に生地貼ってます。二重になってますね。だいたいニットとかですね、ちょっとあの伸縮性のあるニットとか、あとツーウェイ生地レオタードなどを使いますね。であとあの T シャツを貼ったりしたりもします。裏は別に何でもいいと思います。はい、表面の生地を二重にするとちょっと伸縮性が、まあ、このラメの場合はあの肩伸びなんで悪くなったりするので、中はあのツーウェイ、ちょっと顔とか肌に優しい生地が貼るのが良いと思います。はい、でこういう生地ですね、はい、これ1枚、これ二重にしてあるってことですね。プロ用は、はい、強くなります。はい、で、こういう模様の入った生地とかですね、はい、いろいろ使います。でさっき言いましたのこのベロの紐通しの部分、これも職人さんによっていろいろ違うんですけど、こういろんな形あります。自分の場合こういうのとか、ちょっと細いこういうタイプとか、はい、ちょっとこれ作ったやつですけど、こういうの、あとこの目の部分ピンホールメッシュ、これ試合用です。で例えばこういうちょっと編み編みのタイプもありますね、はい、これメキシコのピンホールメッシュ、こういう生地ですね。ちょっとねやや目が粗い、穴が粗い、こんな感じになってます。これ裏が金で両方使います。はい、見えてるかな、ちょっと見えにくいかもわかんないですけども、あとちょっともうこれは売ってないやつなんですけど、これはもう15年20年ぐらい前のピンホール、これはよく見えます。こんな感じで、はい、これ目が細かいですね。はい、こんな感じです。はい、まあ、ややあのメキシコの最近使われているこういう目が粗いピンホールの方がやや分厚い、こちらちょっとやや耐久性に欠けるというか、こう折り曲げに弱いですね。シワがいっちゃう、折り曲げに弱い。あとまあ、ここの首のテープ、首のテープなんかはセミと試合用で分けてるのだと思います。区別してるんだと思います。はい、でまあ、 このセミ試合用ほぼ見た目区別つかないですね。持ってみないと区別つかないです。はい、まあ、比較的あのこのグランゲレーロ、アラン・レジェスさんの、セミプロマスクは非常に、出来がいいというか丁寧な作りですね。型がほぼ型紙が同じ、ステッチこの縫い目も試合用とほぼ同じ、とてもお買い得なセミプロマスクだと思います。おまけにこれ全部サイン入ってますからね。はい、サインにタグもちゃんとついてます。だいたいセミにはねタグつけなかったりちょっと違うタグをつけたりするんですけど、ちゃんとオリネームも入ってますね。はい、なのでまあ残り、セミのグランゲーロー選手のセミはあと2枚ですが、非常に出来がいいということで紹介をしました。この人のセミプロマスクはお買い得です。はい、でまあ試合用も、とても非常に作りがいい、あと材料、まあ、本革はなかなか最近使われないですけども、こういうメキシコ独特の、ビニール素材、はい、これも日本で買えない素材ばっかりですね。歯切れだとこうなります。はい、こういう薄い生地、
こういうのが使われてます。非常に、こちらも完成度は高いと思います。であと、まあ宣伝になりますけど、こういうグラン・ゲレロ選手の、クブレボーカス、クブレボーカスは、英語で言うとマウスカバーですね、はい、クブレボーカス、口マスクね。こちらも販売中なので、ぜひよろしければご購入ください。ということで今日はグラン・ゲレーロ選手の、マスクをご紹介しました。よろしければウェブショップの方でお願いします。あと登録、チャンネル登録と、いいねボタン、はい、よろしくお願いします。また、これから、いろんなマスクを紹介していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ではアスタマニアナ。